こんにちは小林愛子です。はい、えっ、ー、と動画何本目になるかな、五本目かな。はい続けております。えっ、ー、と今日はまあ今までね四本、えー、設定ノートっていうノートのあの書き方のコツとかどう考えるのかとかどうあるのかっていうお話をしてきましたけども引き続きね。 あの書,く書いて願いを叶えていくとか自分の世界を作っていくっていうところのお話で、まあ、あるポイントに関してお話ししたいと思います。今日は、えー、設定がうまくいかなかった時とかうまく現実化しなかった時の、まあ、自分の,あの考え方とかあり方みたいなそこのお話をちょっとしたいと思うんですけどもこれを間違えてしまうと。 あのー、まあちょっともうどんどんいろんなことがかなわなくなってしまうのですごく大事なこれもポイントの一つです。はい、えっとですねな設定ノートに、あのー、書いた後ね自分が書いたことがかなわないっていう時それはどうしたらいいかっていうのはもうね気にしないです。そこにかなわな いっていうね現実にあの焦点を当ててしまうともうそっちのスパイラルに入ってしまうんですよなんで私設定ノートに言われた通りに書いてるのにかなわないんだろうとかでかなわないって自分が意識を向けてるじゃないそう。でそこに意識を向け続けるともうどうしてもその世界を私たちで作り出してしまうので 叶わなくても、気にしないのが一番です。そう、なんかね。うーん、そうだな。この間の、あの。この間というか。昨日、ちょっと前に、あの見返りを求めないっていう。えっと。ブログ。とか、アメブロでちょっと書いたと、アメブロブログ。と。えっと、メルマガ。 ととととかででももちょっっ書いたと思うんですけどもえっと、ねメルマがそうそうそう先にこうあの自分でエネルギーを回していくっていうお話だよね与える与えろっていうところからのお話ででその後どうしたらいいかっていうので見返りを求めないすごい大事なのが見返りを求めないっていうお話だったんですけどもちょっとあのブログを見返してもらったら。 あ,のあると思うので先に自だからそうそこでね見返りを求めないっていうのがあったと思うんですけどもそれとまあ私ねそうあの見返りを求められるというかなんかなんでこう,うんとこうしてあげたんだからとかなんかされるといやどうしていいのか分かんなくなっちゃうんですよ。 帰りを求められると、えー、どうしていいか分かんないってな,なってしまうまあねななんでかちょっとあれですけどそうまあね自分がしたいっていうことをしてあの過ごしてるのでなんかお返ししたいと思ったらもう全力でなんかこのあの人に喜んでもらうためになんかすることを考えるし。 なんかそこにいくら時間を費やしてもねあの何とも思わないですよ喜んでもらえたらいいやっていうか喜ばせたいっていう気持ちそうしたいと思ったらそうするだけどねそれも同じで私がそれでもしその人に喜んでもらいたいと思って何か渡すとか何かしてあげるとするじゃないそそのの時に私あのその人がが喜ばんまいが まあ、どっちでもいいというかまあ、喜んでもらえたらそれはめちゃめちゃ嬉しいけどもまあ、喜んでくれなかったら一瞬悲しいかもしれないけどでもねそこにこう何て言うの執着しないというかあの、あ、なんか違うんだと思ったらまたあじゃあ今度はこういうのにしようかなとかなんか。 選べるまた選び直しができるというか考えることができるじゃないルンルンってまた楽しい時間なんですよそれってなんかその人のことを考えて何かを選ぶとか返したいなとかっていうこう楽しい気持ちで物事を選べるじゃないそういう時ってその状態っていうのがすごく大事なんですよねそうだからあの願いが叶わなくても基本的にはもう気にしないって。 叶わないことに焦点を当てないです。それがすごい大事。だったらもう次なじゃなんかもうね叶えたい願いを考えることとかなんかなんかいいなって思うことを考えて書き出すことが大事なので別に叶わなくてもいいじゃんって <laughs> なります。まあ実際ね叶ったらすごくいいし嬉しいんだけども。 そのね、状態を自分の状態を作り出すためにこのノートっていうのをねどんどん書いてほしいんですよ。でそれをやっていくうちにもう書いたことがどんどん叶うっていう自分の状態を作り出せるようになるのでそうだからねまずいいから書いてっていうねそう何がそういろいろ考え出すと書けなくなるんだけどもとにかく自分の思いを書こうっていうところから楽しい思いが一番いいですね。 そう今日はだからそうね「接点書いて叶わなくてもそこに焦点を当てないで」っていうお話でした。わかるかな <laughs> またねなんか分かりやすいこうあこうやって話したらわかるかなっていうのを出てきたらまたお話しします。はいでもまたね